じゃあ次はちょっとダートフェザーの解説をしたいと思います。ダートフェザーのスラックダートの解説、ダートの釣りが結構苦手だという人だったりとか、ダートフェザーであんまり釣れないというような人っていうのは、ぜひとも今から言うこのスラックダートを参考にしていただければいいかなと思いますんで、やってみます。ジャーキングのダートとスラックダートっていう2種類のダートフェザーの使い方がありますんで、スラックダートのやり方をちょっと解説しますね。まずボトムまで落としますね。これで今ボトムについてる状態なんですよね。でこっからこう上にこうポンって持ち上げると、これって要は持ち上がっちゃってるんですけども、今食ったよ。これ持ち上げずにこう一回ここでスラックを最初に先に作る、ふわっと作った状態からコンと上げる。わかりますかね。ゼロから上に上げるんじゃなくて、この今テンションがかかってる状態から一回スッと先にテンションを抜いた状態からコンと一発スイッチを入れる、まあ、ダートを入れる。でこれを続けていくんですよね。こうテンション抜いた状態でコンコン、だから常にこうテンションがこうたるんだ状態からこうスタートしてる、コンコンコン。だからこうテンションがかかってるのはこの頂点のこの一瞬だけ、そこまでもうスカスカ、このその間、こうすることによって特にボトムのダートっていうのがすごく移動距離を抑えつつキレのいいダートを演出することができますんで、ボトムをダートで攻めるときっていうのはこのスラックダートっていうのが僕はかなり有効だと思ってます、はい、この頂点でコンコンコンと、これをスラックを作らずにこっからこうグッとこうグッと一回一回こう重みを感じながらこうギュッと上げちゃうと、これはジャーキングみたいな感じになって、まあ、これでも全然釣れるんですよ。釣れるんですけども、ボトムをキープし続けるっていうのはこれは難しい、このダートの仕方だと。これは中層の連続ワインドでやるときはこういう風に持ち上げる感じでやってもらっても全然いいんですけども、こっちはね結構移動距離が多くなっちゃうんですよね、まあ、その分アピールっていうのは大きくはなりますんで、広く魚にこう中層でアピールさせたいときっていうのはああいう風なダートっていうのがいい。でちょっとボトムの、スラックダートでちょっとやっていきますね。まずボトム落として、はい、いきます。コンスラックを作ってからコン、常にスラック、常にラインはふわっとした状態、ふわスラックをこう上にしゃくる、スラックをこうふわふわっと持ち上げるような感じ、糸のたるみを上に持ち上げるような感じ。おい、まあ、当たりましたね。だから常に糸はたるんでないとダメです。頂点に来た時だけ一瞬だけ糸が張るような感じ。おい、これがスラックだと、ボトムのスラックだと。ボトムを連続でダートさせる時っていうのはもうスラックだとが一番いいと思いますね。はい、バッチリです。ちょっと風が強いんで下向きでいきます。下向きでも全然いきますね。こういう風に桟橋とかで風が強い時っていうのはこう下向きにしゃくるのも全然ありですね。下しゃくりだと。風が強い時っていうのはこうやっていろんな方向でしゃくる、特に桟橋はこう足場が高くなってるんで、下しゃくりの方が浮き上がりにくくていいかもしれない。じゃあもう一回ボトムのスラックだといきますね。ボトムまで落として下しゃくりのスラックだと、はい、下にしゃくってこの、はい、くそこのツンってしたここの一瞬だけ、この一瞬だけしかテンションかかってない、ツンコン、テンションかけるのは一瞬だけ、はい、これがスラックダート。下しゃくりダートできます。下しゃくりのスラックダート、はい、もう一回落としないです。スラックダート効くからね、すっごい、はい、ダート炸裂、下しゃくりスラックダート。ピンピンしたロッドじゃないとちょっと当たりが分かりにくいかもしれない。このコンってしゃくった時のバイトが結構分かりづらいかもしれない。いや、いい、スラックダート。やっぱこのダートフェザーの真骨頂はスラックダートが使えるかどうかっていうところはすごく大きいと思いますんで、まあ、ダートフェザーでいまいち効果が上がらないっていう方はぜひともスラックダートをねマスターしてもらえればいいかなと思います。ダートフェザー3グラム、結構派手にしゃくってるように見えて実は全然これ持ち上がってないですからね。もうふわふわふわと、これもうノーテンションなんですよね。なのでもうこの一瞬
コンコンっていうこの一瞬しかテンションかかってないんで、ルアーの移動距離っていうのはめちゃくちゃ少ないんですよね。移動距離こんだけ早くこうコンコンやっててもこれはボートも常に張ってるような感じになりますんで、あんまりだから巻きすぎないことですね。巻いちゃうとどうしてもスラック消えちゃうんで、そうなると移動距離が大きくなりすぎちゃうんで、乗らなかったらもう一回落とします。あくまでもこの頂点の一瞬でコンコンコンと、はい、これがスラックダート、ボトムのスラックダートショー。でもう一回いきます。コンコンコン、一瞬だけ一瞬だけテンションかけて一瞬だけ動く感じ、本当に移動距離を抑える、その場でツンツンしてるような感じ。はい、今のあのすっぽ抜きからのフォーリングでしたね。ダート&フォール、ダートすっぽ抜き&フォールだ。はい、ボトム取りますからのいきます。うん、まあいいよ、よっしゃい、連続ダートのスラックダート、スラックダートを極めればダートフェザーボコボコに釣れます。楽しいっす、何より楽しいっすよね、やっぱダートの釣り。これ一回一回ボトムはついとうからね。おい、くそ、トンコントンコントンコンっていう感じで、ふわっとん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 みたいな感じで一回一回ボトムはコンタクトしてる感じ。スラックダートを使えばずっとボトムをコンタクトしながらダートし続けることができますんで、スラックダート、ボトムのスラックダート、これができればあなたもダートフェザーでバカバカ釣れます。リアフックにかかってますプロトの。そんな感じでやれば初心者でもダートで釣れるっていうのをちょっとやってもらおうかなと思いますんで、じゃあ行ってもらいましょう。 GO! ダートフェザー、思いっきり両手で投げた方がいい、両手、うん、ゴミの飛距離ちょっともうちょっと飛ばせなかった。まあいいや、いやまだまだボトムついてないの、これボトムまで落としてから、はい、ついた、いいよ、じゃあスラックだとふわふわさせる感じ、浮きすぎやね、今そうやって持ち上げすぎやわ、思いっきり投げて真ん中より向こうぐらいには飛ばしてですね、見て、まあ、とりあえず一回ボトム沈めるやんか、沈めたらボトムまで沈めたら軽く糸ふけ取ってみて、軽く、今たるみすぎとうから軽く巻いて糸ふけだけ取って、はい、じゃあそこからスタートしようか、そこから軽くポンポンと上げていって、でその竿の一番頂点でコンって当たるような感じでやってみて、竿を一番持ち上げて一番上で、その一番上でコンってくる、来てない、じゃあもうちょっと巻かなあかん、うん、その辺ぐらいからやってみて、コンってきた、うん、でそれを繰り返して、途中にグッと持ち上がってる感じがしたらあかんよ、一番上だけでコンコンってこな、そうそう、一番上ね、頂点でなってる、うん、あんまり巻いたらあかんね、巻いちゃうと動きすぎるからボトムを切っちゃうから、持ち上げてる感覚があったらあかんよ、持ち上げ、お、来た来た来た、おいー、来た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 、ダートフィッシュ、女の子でも釣れてしまうのがこのダート、重くなるね、と一瞬重くなる、面白いやろ、あのグッてした感覚が、ちょっと慣れるまではあの感覚が難しいかもしれないけどな。はい、OK です、ナイスダート、桟橋シェードダート、桟橋のシェード沿いをダートフェザーで通す、おい、食った、これはちっちゃい、シェードパターン、シェードダートパターン、連続ダート、ダートフェザーはこう桟橋のこの平行にこう持っていって、この今際に絶対ついとうから魚が、こうやって連続で上げてくんね、巻き上げ、巻き上げダート、スラッグダートじゃなくて普通にワインドでいけると思う、ボトムに一回落としてからのワインド、巻き上げ、うい、シェードのダートめっちゃ効くんですけど、連発するんですけど、桟橋ダートいいね。じゃあケイちゃんと対決企画、今回はケイちゃんライトイング LD で俺がダートフェザー、これかなりのハンデよぶっちゃけ、じゃあ行こう、3本選手で行こう、じゃうん、行くよ、おい、フライング、フライングして飛んでないや、さあダートフェザー対ライトイング LD どっちが釣れるのか、やばいです、ラインで取れた、やばいやばい、これ負ける、
はい、うぃやべえ貴重な あらあらワインドフィッシュやで、追いついたで、やっぱ割と上で当たったな。ちょっと上から表層のエルヤーしゃー、ワインドフィッシュやで、勝てる勝てる、沖でかけたからファイトが長い。はい、しゃー、リーチリーチ、ワインドで LD に勝てるか。レンジが若干上やな。中層ワインド、中層ワインド、このワインドはこのレンジとこの感覚だね。スラックの調整が肝やな。やべえやべえ、追いつかれた。2-2、これはピンチ、これはピンチ。よっしゃー、ワインドフィッシュ勝ったぜ危なかった。これ過去一一番焦った勝負やわ。はい、勝利、やりました。ワインドフィッシュで LD に勝ちました。ワインド対 LD、 ワインドの勝利やったな。ワインドでもやっぱほんま使い方さえ極めれば釣れるから、マジガチで。じゃあライトニング対決するか。 LD 対決しようか。じゃあ次は3本はい、いいよの安定のフライング。え、マジ、いい、はいはいはい、パスデジ巻き入れてからのリアクションホール、大丈夫だね、使いこなせないよ。はい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 、さあもうリーチでございます。ワンアクションツンとリーディングで入れてからのホール。やばいやばい、マジそんな足元で釣られた。ワンアクションやってみた、パクられたよ俺の技。ワンアクション入れて釣られたよ。はい、スイッチ&ホール決まった、終了でございます。ダートフェザーの LD だ、意外と一緒やったな。